はい、おはようございます。和也の孫です。今日もよろしくお願いします。今日は会社の人間関係の話をちょっとしてみたいと思います。で、会社の中での人間関係っていうのは、こう人間関係がいい人もいれば悪い人もいると思います。で、プライベートで考えてみると、こう悪い人っていうのはもうだんだん疎遠になっていくので会うことがなくなってくると思うんですけれども、例えばこう会社の中だったりだとか、あとはそうですね、PTA とか、こう学校のこう父兄の集まりみたいなものっていうのもそうだと思うんですけれども、こう話が合わない、馬が合わないような人たちとも一緒にいなければいけないっていうのが、会社だったりとかっていうのの人間関係の特徴だと思います。なので、いい人ばかりではなくて、相性が悪い人とも一緒にいなければいけない状態ですよね。で、それってこうよく考えてみると、ものすごく貴重な状態ですよね。こう話が合わない人っていうのはプライベートではもうどんどん疎遠になっていきますから、基本的には話が合う人ばっかりが残っていくんだと思うんですよね。もしくはこの人と付き合っていたいっていう人が残っていくんだと思うんですけれども、会社に関してはそうはなかなかいかないですよね。この人が合わないので移動させてくださいっていうわけにもいかないですし、もう辞めさせてくださいなんていうのはもっと無理な話ですから、なのでこう相性が悪い人と一緒にいることができるっていうのが、会社みたいなところのこう人間関係の特徴だと思います。じゃあ何がそれにとってプラスなのかって考えたときに、こう合わない人っていうのは自分と考え方が違うとかわからないとかっていうので、こう合わないと思うんですよね。なので見方を変えれば、自分が知らないことをたくさん知っている人っていう見方もできます。こう仕事をする順番だったりだとか、優先順位だったり、対処法だったり、対応だったりとか、こう全てが自分と合わないから嫌いなわけですよね。ただそのなぜそんなことをするのかっていうのを考えてみると、自分が知らなかったことを知るチャンスっていう考え方もできますから、全てがマイナスばかりではないと思うんですよね。で、その中で何か一つでも見つけることができれば、自分の中に引き出しが増えるわけですから、今後同じような人がいた時にどう対処してしたらいいのかっていうのも分かってくるはずだと思います。分からないから対処のしようがないわけであって、ちょっとでも分かっているとどうしたらいいかっていう解決策も見つけられることがありますもんね。なのでこう分からない人っていうのが一緒にいる会社っていう人間関係をこう勉強の場だと考えると、少しは学ぶことがあるのかなと思います。で、そういう考え方をすることによって、ストレスが少しこう軽減してくると、またに仕事のこうなんていうのね、モチベーションみたいなものも変わってくると思うので、仕事の評価っていう自体も変わってくるんだと思います。なのでよかったらこう分からない人をせっかく一緒にいるわけですから、そこから何かを学ぼうっていうのも悪いことばかりではないんじゃないかなと思っています。それでは和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。